帰ってきたら覚えてろよって言われて、まあ、先に鈴木さんに相談して、どうしますか、鈴木さんに言われた時やったら、平子さんの聞き添えたのに、はい、thank you.
上がれだってさっきずっと弾んでた。Yeah.